おはようございます。今日の動画はプチドッキリです。以前やったこれを言っちゃダメよゲーム、ワードフィッシングゲームみたいな名前をねつけてやってましたけれども、この時間内に相手に NG ワード言わせるっていう、そういったものをねやったんですけれども、今日はこの後の動画、その番組が終わった後の動画を、来週の番組のメッセージテーマを、まあ、ちょっと話すっていうくらいのお話にしておいて、ひなちゃんに僕があらかじめ作っておいた NG ワードを言わせるというやつを勝手にやりたいと思います、ドッキリで。ちなみに今回私が考えた NG ワードはこちらです。10個あります。10個のうち半分、5個言ったら僕の勝ち、5個以下ならリナちゃんの勝ちということで、勝手にドッキリ対決ですね、していきたいと思います。楽しみ。せーの、いっせーのが、ただいまラジオ金曜日、青木りなと徳丸ゆきです。はい、ということで生放送終了いたしました。今週もたくさんメッセージありがとうございました。ありがとうございました。ね、皆さんの記念日たくさん送っていただきました。髪染めました。うん、髪切りました。はい、で来週のテーマ、まあ、早速ですけれども、はい、幸せな瞬間ですね、はい、うん、なんかありますか。まあまあ、例えば幸せな瞬間、うん、お風呂入るとき、シャワー、お風呂入るときと、うん、あ、でもお風呂ちょっと苦手なんで、あのベッド、待って、何、なんか、なんで急に仕切ってんの、なんかあるの今日、怖い怖い怖い、絶対なんかあるじゃん。何、いつも、何、なんかあるでしょ。なんもないっす、なんもないっす。何、ドッキリ、なんもないです、なんもないです。怖い、なんかありそうなんだけど、何急に、いやでもなんか今日急いでるみたいだったんで。いや、そうだけど、なんもない、本当に。なんか、あるんですか、この後。佐賀競馬です。あ、お仕事。はい、佐賀競馬、パッカル情報局、面白い。じゃあ、今あんまり、じゃあなんか、あんまり長くすると。いいです、別に。何、怖い、いや、何、みんな知ってるの。いや、いつもと一緒よ。本当、うん、いや、まあ、怖い。いや、トーク、後語りをして終わろうって言ってたじゃないですか、うん、でも何話すか決めてなかったから。いや、だからもうない、なんか幸せな瞬間、急になんか来週のテーマで話そうみたいな、何かあるの、これで言ったら何かあるのかもしれないじゃん。怖い、もうドッキリ怖いもん。何、いやだ、ドッキリじゃん、上手にやってよ。びっくりするから、本当に気づいちゃったんだったら、ごめん、気づいちゃった。まあ、気づいてたところで 何もないんで、別に本当に何もないの、ごめんね。気づいたところで何もないんで、結局何もないのにごめん。いや、あ、本当にないか、ごめんね。いや、やるか、ちゃんとやるね。ちゃんとやるさっきの続きから使えるようにさ。そうね、私はね、幸せな瞬間っていうと、やっぱりあのベッドに寝るとき、うん、夏でもお布団着て寝たいタイプなんですよ、うんうん、なのでその涼しくしてお布団着て寝るのが好きです。うん、冷え性なんでね、うん、はい、なるほど。あとね、あと何、いや、何、あと何、あとは、うん、あの熊のぬいぐるみがいるんですけど、何十年と親友、何十年と20年ぐらい親友でいるんですけど、うん、その子たちにあの今日会ったことを報告してる時が幸せです。おー、みんな褒めてくれてると思ってるから、私。あ、それはもう、じゃあもう心の会話をしてます、ね、はい、してます、すごいしてます。なるほどね、うん、いや、ちょっと、徳丸さんの幸せな瞬間は何ですか。幸せな瞬間はね、僕今、いや、ちょっと待って、絶対なんかあるじゃん。なんでさっきなんか切り返そうとしたじゃん、なんかあるでしょ。じゃあなんかちょっと幸せな瞬間、内側の前さ、ちょっとなんかみたいな、絶対なんか、違う、幸せな瞬間は何、はい、ついてる、なんか、ついてない、幸せな瞬間は、うん、そうだね、今もう腹ペコさんなんで、
なんか食べたい、ご飯食べてる時かなって思います。いや絶対おかしいって、だって落ちないもん話に。絶対おかしいって、落ちないのに話すわけないもん。絶対落ちあるやつ話すじゃん、絶対なんかあるわ。え早くやりなよ、一回忘れるから。何え怖い怖い怖い、何、はい、もうじゃあもう閉めていいですか。もうじゃあいいよ閉めよう。えいいの閉めて、本当にこれでいいの、この動画で本当に終わり。いやもうい いと思うとこまでで終わりましたから。えドッキリ、違うドッキリないのにいいの、終わって、終わるよ。うん、えなんかごめんなさい、編集しづらいだろうね、ごめんね。というわけで来週のテーマは幸せな瞬間です。ラジオを聞いてね。というわけで、何もやだ、ほらあったわ、ほら、はい、でなんで10項目中、何1個だけでした。何してたの、ちょっとね早い段階でバレてしまったね、これ良くなかったですね。いやいやバレてないじゃん。この言葉を言っちゃダメよゲームをこっそりやってみた。いやもう変だと思ったもん。全然言ってくれないのかね、変だと。あとなんか早すぎる気づくのが。いや全然だいぶもう警戒態勢入ってましたもんね。だってなんか切り替え方変だしさ、だってさいつもさ撮る前に今日これとこれについていきますんで、はい、じゃあ行きましょうかみたいなぐらいの打ち合わせは少ないとはいえやるじゃん。ちなみに言ってたのは、記念日、誕生日、メッセージ、お腹空いた、時間、うどん、金曜日、幸せ、ラジオ、まだ、ラジオ言ったね、2個言った、え、まだまだっていうことだったんで、ちょっと見て、はい、見て、さあ、めっちゃ字可愛くない？やめてやめてやめて、女子力高すぎない？ちょっと、いやもうなん、10項目中5個言ってもらえたら、うん、僕の勝ちだと思います。勝手に？うん、何それ？罰ゲームは別に考えてなかったんで。じゃあでも罰ゲームしてもらわないとね、やっぱそれは勝手に負けたんだからさ、こっちはさ勝手に勝負引っ掛けられてさ、ふっかけられたわけだ、ふっかけられたんだからやんなきゃ。罰ゲーム、罰ゲームは罰として、今日から毎日この言葉が入っているツイートを、所さんが頑張ってくれると思います。言わなかった分ね、毎回のツイートのどっかに入れていただいて。うどんってなんてどうやって使うんじゃん、1週間うどん言い続けないみたいな。違う違う、1週間の中のどこかで使って、1回だけでも使えばいい、ツイッターで使ってください。じゃあ分かりました、うどん食えばいいですよね。そうですね、でツイートするときはぜひこの YouTube の URL が入って。あと俺水も同時進行してますからね。じゃあでもそれは来週だから、これがアップされた後にツイート始める。あそうかそうか。さあということで、はい、以上、はい、ただいまラジオ金曜日 YouTube 青木れんのと僕もレイクでした。ラジオを聞いてね、バイバイ。なんだよ。